新聞配達の制服だったとは、まんまと一本取られたわ。そう、いつもとは違う新しい服が来ると嬉しいよね。同じキャラでも雰囲気がすごい変わるもので、アーミアのスキン新聞配達員はリリース・キャンペーン第2弾で配布されたものだよ。働くアーミアも可愛いね。これで無料なんだからすごいお得だよ。もっとも衣装で最初にお目にかかるのはフェンの交差点の衣装だね。アーミアと違ってこちらはオフを満喫している場面の衣装だね。 まあ多くのゲームではこういう着せ替え衣装はいわゆる課金要素なんだけど、アークナイトでも同じだよ。そして2月5日に開催されたイベントに合わせて実装されたのがクーリエ。見た目はサイコパスなシスターな星5のスペクター。そして絶対人気であろう星5のテキサスのスキンが早くも実装されたね。やっぱ雰囲気変わるな。 お世話になった人も多いんじゃないかな。星3のメディックのハイビスカスはリリース第3キャンペーンということでキャンペーン期間内で無料でもらえるよ。すごい、課金衣装もすごい欲しいけど無料でもらえる衣装もどれもごっつい可愛いですね。ハイビスカスちゃんとかお金払ってもいいくらい見事なグラフィックです。動画投稿日現在で日本版で手に入る衣装はただいま紹介した通りなんだけど、 アークナイツは中国大陸版が随分前から先行してリリースしているよね。だから基本で未実装でも大陸版で実装されている好きがわかるんだよ。今回はいずれそれらの衣装が実装されることを想定して今のうちから予習しておきたいと思います。なるほど、事前に気に入った衣装を見つけたらそれが実装されるのを楽しみに、そのオペレーターを育てて待っていればいいわけですもんね。通常版がそうでもないけど 衣装がよくて好きになるオペレーターも結構いそうです。というわけで今回は日本版未実装の衣装説明をしたいと思います。ある意味ネタバレになるので見たくない人はこの辺で引き返してくださいね。 解放の時に実装された衣装かな。チェーンを含め新たにオペレーターも実装されたんだけど、ロゴインボーナス3日目で配布されたのが星3のスポット。このスポットには立ち絵は変わらないけど T シャツが変わったスキンがあるんだよね。あ、あと縦髪も青メッシュだったのに黒染めして元に戻しているね。なんだかロッキがオリジナルかわからなくなるような衣装ですね。ロッキかっていうと巻き貝探しみたいです。 そして、そのログインボーナスの最後の報酬は、パフューマーの衣装だね。薬草を育てているのかな。花屋で働く大学生みたいで、めっちゃ可愛い。この時合わせて、ビータフィールドシリーズの衣装が期間限定で販売されたよ。ちょっと見てみようか。星4のクオーラ。普段はホームランレンコするやんちゃガールだけど、日傘持ってお上品な一面が確認できる衣装だね。 クリーフハートは冬山の重曹かな。そんな薄着だと風邪ひくよ。そしてお待ちかね、エクシアさんだ。ワイルドにサバイバル中かな。かっこい雰囲気がとてもいい。先ほど新章解放でのログインボーナス、2パート制だったんだけど、パート2でも衣装はもらえるよ。何ですか？ アークナイツの衣装、無料でもらえるものも完成度高いからとても嬉しい。これはログイン続けるしかないですね。パート2の7日目で配布されるのが星4のミルラの衣装。おとなしそうな子だけど、ちゃんとサバイバルしているね。次のイベントの時でも衣装が実装されたよ。ハート・オブ・スパージング・フレイム。燃えたぎる心ってことかな。 この期間に実装された衣装を見てみたら、確かに燃えたぎるんだよな。なぜならセクシーなオペレーターたちの水着衣装だからね。これは確かに心がムラムラ、いやベラベラ燃えるよ。
手に入れたいぜ。何発動しているんですか。せっかく多忙なオペレーターの休暇なんだからエロい目で見ないでくださいよね。アーミヤさんは残念ながらバカンス衣装は未実装だからね。ストーリーでは登場したんだからここで紹介しても詐欺ではありませんよ。さあいよいよお姉さん方のセクシーな水着だぞ。視聴者のみんな準備はいいか。またホルミ発動しているの。ごめん、別に人の自由だよね。お幸せに。ああ、出すの間違えた。お次はどうだ。いやいや、アンセルも中性的だけど男の子だからね。アンセルに発動するってやっぱりドクターって。これも違う。こっちはどうだ。もはや人ですらないんですけど、キャッスルさんの水着なのかこれ。実は今紹介した3衣装はイベントアイテムとの交換なんだよね。イベントをやり込んでアイテム貯めて3つともゲットしよう。みんな、ようやく女の子の水着だね。あどけなさが残るビグナだけど水着スキンは垢抜けたよね。シャイニングは世界観がなんか違うけどかなりセクシーな水着だよ。なんだか RPG のセーブポイントにいそうなグラフィックですね。スカイフレアはビーチで水着着て何をしてるんだろう。戦闘態勢じゃん。バカンス中にトラブルに巻き込まれたパターンかな。いやらしい目で見るドクターに敵意を抱いたんじゃないですかね。今の3人はパート1の期間で販売されたもの。ここからはパート2の衣装だよ。イフリータはダイナミックな料理してるな。イベント名ハートオブスパージングフレームだけどそういう意味ではないと思うぞ。アイドル枠の空の水着衣装もここで実装されたよ。さすがアイドル、プライベートでも笑顔が素敵だね。通常グラフィックでは体の線が分かりにくいけど水着になったらかなり露出するよね。ワンピース風の水着を着たグムちゃん、清楚感が出て可愛いの。水着テーマの衣装はこれで全てですね。ところで私の水着衣装実装はまだですか。10月は暑くもなく寒くもなく過ごしやすいシーズンだよね。それは中国でも一緒のようで、そんな10月のことを中国では金秋10月というらしいですが、そんな金秋の時期にログインキャンペーンがありました。金秋のログインボーナス7日目にメランサの衣装がもらえたよ。日本版ではどのように実装されるんだろうね。無料配布なのは変わりなさそうだけど金秋は馴染みないからな。まあこのスキンが10月に配布されるとは限らないけどね。メランサは多くの人に馴染みあると思うけど、スキンは髪をくくっていて表情も豊かですね。無能スキンのレベル相変わらず高いな。次は開拓者にて新実装された科学コスチュームをご紹介。開催された期間的にてっきりハロウィン衣装だと思ったけど、そういうのは関係なかったみたいです。まあ衣装自体仮装しているようなもんですけどね。露出を強みに販売する昨今のスマホゲーム市場においてこうも重厚感のある衣装が販売されるとは、ある意味すごく気になる衣装だよね。ドローンもパワーアップされて新たに書き下ろされたのがサイレンスだね。すごい緊迫した状況が伝わってくる緊張感のある場面だね。どういうシチュエーションか気になるな。メテオリーテは絶対領域がなくなってタイツになったけど、タイツも引き締まっていていいよね。表情も真剣モードで普段と違ったフェロモンを感じるよ。衣装をそこまでマギマギと分析するのやめてくれないっすかね。フェロモンってなんやねん。衣装のことで夢中になっていたらもう夕方やん。こんなに時間が経っていたんだ。オペレーターの衣装まだまだあるけど、一動画内では紹介しきれそうにないんだよな。とりあえず今回は前半ってことにしておいて、残りは後半ってことで次回にしようか。確かに今回で全部紹介するには尺が足りなそうですね。私もこの後夜勤だし。残りは半分あるかないかくらいだと思うけど、今回はここまでにしておきます。みんなはお気に入りの衣装見つかったかな。実装を楽しみにしていようね。というわけで今回はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあ、もう夜さん。
あなたの登録でモチベーションアップ。チャンネル登録お願いします。